はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。クソリッキー製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ本日なんですが、視聴者さんからちょっとリクエストがありましてですね、あのデビルフランケンをですね、あのアンリミテッドルームで使ってワンキューしてくださいって言われたんで、デッキを作ってもらいました。先にお伝えしておくことがありまして、デビルフランケンってそもそも1枚から別にワンキルできるんですよ。だからそのしかもこのカードってなんかリミット1やですか、なぜか。だから別に現代遊戯王でもアンリミテッドルームじゃなくても別にワンキルはできるんですね、デビルフランケンって。なので、あ、しかもデビルフランケンってリクルートするなんかそのルートも一応あってさ、ロードウォーリアとか、まあ、あの週末の騎士で墓地落としてから蘇生とかね、結構いろんな動きでデビルフランケン持ってこれるんで、なんか別にわざわざデビルフランケンを、まあ、禁止ルームで使う必要もねえかなとは思ったんだけど、一応リクエストいただいて、まあ、ちょっとやってみるかと思ってデッキ組んできました。で、確定ルートは一応あるんで、まあ、それ使うのはちょっとあんま面白くないかなと思って、今回ちょっと禁止環境っぽいね、禁止環境っぽいなんか動きをしながらデビルフランケンを、出しに行ってワンキルしたいなと思って、トーチゴーレムっていうモンスターを、使いまして、でこのモンスターを、経由してデビルフランケンを持ってきながら出すっていう動きにしてきました。まあ、何をしていくかっていうと、まあ、もちろんトーチゴレムからね、まあ、モンスターを展開していって、リンク召喚を伸ばしていって、スカルデッドまで、繋げますと。でスカルデッド動き全部やってるんで見ていただきたいんですけども、スカルデッドの効果使って、デビルフランケン持ってきたやつを出して、それで、リンクまた伸ばして、まあ、デッドリー外からねいつもの通り、まあ、ナイチンゲールして、クリスタルベルと、それからマスターベノム出していくみたいな感じの動きになってます。バーンでね、先行ワンキルするみたいな感じですね。このね、デビルフランケンがね、結局その魔導サイエンティストっていうモンスターが、いて、そいつ早く来てくんねえかなとずっと思ってるんだけど、今、現状魔導サイエンティストの代わりになるモンスターが多分デビルフランケンだと思うんで、まあ、デビルフランケンを、まあ、使った動きの中で、禁止環境っぽい動きするんなら、まあ、こんな感じかな、みたいな感じですね。はい。まあ、ぶっちゃけなんか現代遊戯王で、まあ、先行分けて成立しちゃってるんで、なんでさ、この間も思ったけどさ、メタモルフォーゼっていうカード、禁止なのに、なんでこいつがリミット1なんだろうなっていう、なんか、わけわかんない。こいつなんで禁止じゃないの？逆にじゃあ聞くけど、コナミ氏、答えられる？いや、メタモルフォーゼが禁止でデビルフランケンが禁止じゃない理由、答えられるの？あなたたち。そう思ってんだけど、ちょっとまあ、とりあえずね、そんなことは置いといて、一回デビルフランケンで、なんかワンキルしていきましょう。はい、デュエル3倍。ディアボリックガイ君来すぎだね。完全に。ディアボリックガイ君来すぎなんだが。とりあえず天使の施しております。まあ、裏ぐらい撃たれるのは関係ないわ。オッケー、いいだろう。ディアボリックガイ来すぎなんだが、いやまあちょっと頑張るわ。トーチゴーレムをとりあえず出して、無限包容をケアしていく。このアンリミテッド環境の無限包容ケア方法笑うよな。トーチゴーレム出したら無限包容ケアできるとかいうめちゃめちゃ強い。こいつからスタートするとね、結構ね、まあ、エフェクトベイラー食らいますけど、無限包容だけは一応ケアできるんでね、相手のフード上にカードあるんで打ってないんですよ。はい、まあ、自分で送りつけてるだけなんだけどね。ちょっと一旦ね、あ、ちなみに一応もうルート的にはデビルフランケン1体で確定するんですよね、一応。なんで、まあ、ぶっちゃけ、なんかアンリミテッド環境でデビルフランケン使わなくても別にいいなっていう、まあ、結論には至ったんですけども、まあ、一応ちょっと視聴者さんからね、リクエストをいただきましたので、まあ、せっかくなんで、使っていこうという感じですね。でも正直、しかもアンリミテッドじゃなくても別にさ、なんか確定でデビフラで先行ワンキルするルートはあるんでね、すでに。マスターデュエルでも OCG でもできるんで、まあなんでかっていうと、デビルフランケンが別のリミット1なんで、禁止カードじゃないから。これなんで禁止ないの、デビルフランケンって。成功率が低いワンキルだからベースにみたいな感じ、まあ、ハリファイは行ったしな。まあ、結構割と展開は難しかったかなっていう気がするけどね。はい。でですね、ここで、アカシックマーシャンの隠された効果を使いまして、アカシックはリンク先のリンクモンスターのリンクマーカーの数までなんかデッキトップめくって、でなんか宣言したカードを手札に加えるっていうことができるんですよ、あればね。なので、ここはですね、まあ、墓穴の指名者とか言っといたらいいんじゃない。墓穴来い、墓穴。
測る来い。デビフランもあるからいいんだよね。無限ホイオッケー。あ、ないか。まあまあ なきゃいいや。なきゃないや。でファイアーウォールドラゴンの効果発動で、もう一回デビルフランケン、あ、ちなみに落ちた、デビルフランケンを回収っていうことも一応できます。はい、まああんまやってもそれ意味ないですけどね。あの出せないんで消化系も使ってねえわ、まあ、使ってねえけどトーチコレも出してるから通信ができないからあんまり関係ないんだけども、でこれで、名称が異なるモンスターを、4体作らないといけないんで、トーチトークンを1体リリースしてからリンクリボ出して、でフィールド上のモンスター4体でリンク召喚しましょう。ぶっ壊れモンスター来たー。ぶっ壊れモンスターズ来た。遊戯王ぶっ壊れモンスターズの一味ですね、これね。はい、スカルデッド君で、戻せんのマジ偉い。これディアボリック2枚生きてるとマジ無理なんですよ。これ戻せんのマジ偉くね。これと、これいらなくて、これとで、これもいらない。でスカルデッド効果発動してリン、手札からモンスター特殊ができる。はい、爆弾。あ、これちなみに絶対エクストラモンスターゾーンしたいだし、うん、これね、見せるとね、あのギミック死亡するから。で、レッドリーガイ出すでしょ。ぶっちゃけもうここでだけでなんかもうギミック成立してんだけど、レッドリーガイ効果発動して手札にジャイボ送って、ディアボリックを墓地に送る。でディアボリック出すみたいな感じですね。はい、ディアボリック出す。はいはい、ここだけでね、もうギミック成立してんのよ。だから別になんか、その、アンリミテッド環境で使う必要性すらもうもはやないかなっていう。なんかもう別にこれマスターデュエルで別にできるみたいなね。まあ、デビフラがリキュールとできたり、デビフラが続きできれば。はい。まあ、ちょっと今回は、トーチゴーレムっていうなんかちょっと禁止環境っぽいカードを使って、無限包容をケアするっていうね、動きを見せますけども。はい。で、この謎の装備魔法を、回収しに行きましょう。このサイキック族にのみ装備できる、なんかライフコストがなくなるっていうカードなんですね、これ。サイキック族に装備すると、なんか、なくなるっていうコストが。一応、墓穴からが引いておきたいですよ、これ。あー、もう一回ちょっと施し打って。墓穴を引いておきたい、一応。墓穴が抹殺か。あ、ナイスナイスナイスです。なんでもあれだな、これ。このデッキなんでもあれだな。でもいらねえよ、これ。で、デビルフランケンをサイキック族にするだけなんだ。あとはここはもうおなじみのルートみたいなところですよね。スカルデッドとイゾルデでリンク召喚。はい、みんな大好きリプロドックスで、みんな大好きリプロドックス君の効果を発動して、リンク先のモンスターをサイキック族にしていく。シュドフリーでサイキック族にすることによって何が起きるかっていうと、もうこっからはね、皆さんもよくご存知なのかもしれませんが、粘土増幅装置で、この犯罪者の効果を無限に活用していく際になる。これなんかライフコストなくなるんですよ。これサイキック族のなんか効果発動するときのライフコストなくなるっていう効果が発動して、まあ、無限デビルフランケン編に突入するということですね。で、ナイチンゲール君の効果発動して、なんかうんこ投げつける。で自分のレベルの数かける500ポイントのダメージ。あ、これ1なんでね、500です。はい、あとはこいつ の, の効果コピーすればいいんですよ。で、なんか謎の、スターブベネミーリーサルドラゴンという有名なモンスター出して、これは下敷きでしかならないんで、これ何でもいいです。闇属性ペンデラムモンスターであれば何でもいいです。で、2体のモンスターで、覇王剣リュースターベノム出すでしょ。簡単じゃねこれ。ちなみにデビルフランケン1枚からこの動きが確定しますけどね。イゾルで出せばいいだけなんで、デッドリーガイ出せばいいだけだから。で、クリスタルベル出して、でリンク召喚で墓地で送んないといけないんで、ナイチンゲールをこれクソ適当にこことこれ4体でリンク召喚。一応アポロウーサー、これ一応エフェクトベイラーとかケアできますね。もう打ってるだろっていう、もう持ってたら打ってるだろみたいなとこあるけど。でスターブベノム効果発動して墓地のモンスターの効果コピーする。インディペンデントナイチンゲールの効果コピー、それからクリスタルベルの効果も発動して、ナイチンゲールの効果コピーする。で自分のレベルの数かける、500ポイントのダメージっていう効果ですね。はい、で4000番、はい、で4000番とこれごめん、リクエストしていただいた方すまん、この時ね、アンリミテッドで使う意味ないわ。だってデビルだけ行ったら確定するんだもん。こいつなんで禁止じゃないんだ。この間バブルマンネを使って思いましたけど、マジでこのデビルフランケンとかいうカード、
メタモルフォーゼが禁止なのになんでこいつ禁止じゃないんですか。意味不明じゃないですか。なんかまだ捕まってないだけの詐欺師みたいなところでありますね、この人ね。まだ捕まってないだけのなんか何人もなんかぶち殺してるけど、なんかただ単にその証拠が不十分で捕まってないだけみたいな。いやもういや、まあ、十分だと思うけど証拠。マジでデビルフランケンに関してはなんでリミット1に指定されてなんか生きてんのかも謎。意味が結構不明。ザークオカルティズムやば。いやこれ絶対トーチやん。出たいやマジトーチ環境なんだよな。いや結構ね、いや割とやっぱトーチゴーレム結構強くて、無限紅葉とかケアできるのめっちゃ強いんですこれ。ちなみにウララはもう投げるところがありません、多分ほぼわかんないけど、相手の何デッキだろうな。トーチ何デッキなのかによるんだけどさ、トーチゴーレムって結構サーチが割と簡単で、ダークオカルティズムっていうカードでもサーチできますし、あと今相手してたけど魔導契約の扉っていうカードでもサーチができるんです。だから結構ね、体勢的にはねかなりたくさん詰めますね。まあ、一応そのターン使えないけど、オクトロスでサーチ、そのターン使えないっていうか、オクトロスを特殊召喚して効果発動すればいけるけど、通常召喚権を使ってしまうとちょっと出せないみたいなとこあるから、若干その展開は難しいですけどね。ただなんかトーチゴーレム自体はかなりサーチが広いので割と簡単かなっていう。でトーチ、トークンでこれセキュリティですね。まあ、これいつもの流れですね。いつもの流れっていう言葉がどのくらい通じるかわかんないけど、もうアンリミテッドルームで結構僕デュエルしてるので、もう見慣れた光景といったら、まあそうですね。はい。皆さんがランクマとかデュエルスカップの調整で忙しくやってるところ、なぜか私はアンリミテッドに潜って、ひたすらにクソデッキを調整してますからね。真面目にデュエルしろよっていう。そこそこ意味不明な、あ、セレーネ君、オッケー。そこそこ意味不明なね、デッキ、やっぱたくさん作れるんでね、アンリミテッドルームの方がやっぱ面白いんですけど、ただね、ちょっとコナミさんにお願いしたいなんで、もうちょっとなんか、あれですね、出してほしいですね、アンリミテッドとか、そもそも、僕なんでアンリミテッドラミテッドって言ってるかというと、魔導サイエンティストが使えないんですよ。魔導サイエンティストっていうマジでぶっ壊れモンスターがいて、それがマジで使いたくて、ちょっと早めにね、解放してくんねえかなって思ってるんですけど、なんかね、1ヶ月に9枚くらいしかちょっと解放されなくて、すげえ遅いのよ。なんか、この調子だと多分、全部使えるようになるの多分1年ぐらいかかるから、ちょっと早めにね、禁止カードを全部使えるようにしてくんねえかなって思ってるんですけど、なんか、この道的には多分、禁止カードのなんか解放も、なんか一つのイベントだと捉えているっぽくて、大体ね、マスターデュエルってね、サイクルが決まってるんですよ。まず、1周目で、新レギュレーション、リミットレギュレーションが改定されて、で2周目で新パックが発売されて、3周目でイベントが、開催されて、4周目で禁止カードの生成が解禁されるみたいな。だからね、多分ね、なんか禁止カードの生成解禁がなんかイベントだと思ってるんですよね。多分、コナミの運営は。だから多分ね、今月も多分来月も、てかまあ、毎月まあ、禁止カードの生成が多分4周目に発表されるんじゃないかなと思うんですよね。おそらくね。で、それでなんかちょっとずつちょっとずつ増やしていって、一応話題が尽きないように、なんか小賢しい、なんかお知らせをしてくると思うんですけど、いや、こちらとしてはなんか早めにちょっと全部使えるようにしてくんねえかなと思ってんだけどね。これ何してくんだ、これ。あ、イゾルデ。はい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 。なるほど。なんか、エレぶん回してるけどさ、これちゃんとキレ取っていただけるんですか、これ。あ、なんだこれ、リンク召喚のなんかエフェクトじゃねえの、誰出てくんのこれ。ああいや待って、これ見たことあるぞ、ちょっとなんか見たことあるぞ、おい脅威覚醒大いなる目使うデッキ見たことあるぞ、ちょっと待ってくれちょっと待ってくれ、あれ俺はなんか見たことあるムーブが始まりそうな気しかしないな。これ多分あれですよね。あ、ですよね。で、闇にしてくるタイプですよね。これ多分。これ闇にしてきて、ですよね。これもしかしてあれですか、ラスティ・バルディッシュ君飛んでくるやつ、ダルビッシュ・ユー飛んできてから、あれですよね。多分これサイレントブーツ送ってみたいな。
で、ダルビッシュ有効果発動して、サイナティブ壺地送りながら、シェーブリーセット、シェーブリー発動、ランク4か。はあ、で、2体でエクシーズ召喚、レイダーズナイト、やばいぞ。やばいぞ。これ、黒崎旬出てくるやつ。さあ、レイダーズナイト効果発動して、オーバーレイリットを、ロリコ使って、レイドラプターズか、エクシーズドラゴンか、ファントムナイツを出せる、デビルイーグル、やばい。見たことあるぞ、その動き見たことあるぞ、やめろ、うわやめろ、やめとけ。ま、マジ、俺のライフはもう2000しかねえ。ファントムボス来た。これさ、トーチゴーレム1枚からこの動き確定するのやっぱ強すぎると思うんだけど、これ。痛い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 。やめて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 。やめて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 。落ち着こう。うわー。トーチゴーレムってあかんな。